気になるお店はあったりしますか？そうだね、でもさらに悩みそうだけど、そうだね、でもささっきからさずっとさ、うん、いい香りがするくない？するするするよね、もうずっとお腹空いとる。皆さんもなんかさ食べられます、食べたよって方おられますか？あ、います。あ、でもまだこれからかな。そうだよ、これからお昼時に入るので、うん、私一番何が気になるって、あの牡蠣のシチューが気になるんですよ。このさちょっと寒くなってきた季節にまた暖かいのがさ体に染みていいよねと思いますよね。今日もたくさん美味しいスタグル出ていますので、皆さんたくさんたくさん食べて食べて暖かくなって、そして試合を迎えましょう、はい、楽しみましょう。はい、楽しみましょう。はい、ということで次の曲なんですが、私がスプラッシュに加入して今ね約2年6ヶ月になるんですが、はい、なんと初めてのソロをここのエディオンスタジアム広島にぎわステージで披露します。わ、すごいね、緊張してるんですけど、皆さんと一緒に盛り上がれる曲を持ってきたので、ぜひぜひ一緒に手拍子などして盛り上がってください。それではミュージックスタート。
してるけど、どうそんな私がいいって言う人だって。イエーイ。それでも好きだよ、大きな声で言って、ネガティブな私にもちゃんと聞こえるように。それでも好きだよ、はっきり伝えてよ、私だけじっと見つめて、さあもう一度好きだよ、好きだよ。ありがとう。皆さん最後まで一緒に盛り上がりましょう。ありがとうございました。ちょっと新鮮だなって私とか思うので、皆さんも今日しっかり目に焼き付けましたか？本当にキュンキュン、キュンキュンももちゃん、ひと皮むけてみました。よかったですよ、本当によかった。ということで、ここで今日のイベントの紹介をしようと思います。はい、はい、今日はなんとオリジナルゲーフラを作れます。おー、1回200円で自分だけのオリジナルゲームフラッグなんですけど、はい、このくらいの旗で、あのツイッターとかでサンチ君が作ってるのも見られた方もいるかなと思うんですけれども、はい、自分でお絵描きをして自分だけの旗を作れちゃうという企画なんです。私たちも行きたいよね。行きたいね。あ、でもサンチ君が店に来てくれたよ。わー、すごい、すごいよね。ちょっとこれクリエイティー高すぎて、すごいよね。ちょっといいんですよね、皆さんね、あの自分の好きな絵を描いたらいいんですけど、これはすごすぎる、うん、ちょっとすごいすごい、もうかわいい、メイクすごかったよ、サンチ君。印刷したのかと思っちゃった、ね、すごいよ、本当に、ね、これをね、みんなで作ってどうするのかというと、12時50分頃から BE:FIRE TOGETHER コーナーにて、優秀賞が選ばれるということ で、うん、でさらにその優秀賞に選ばれた方には、はい、選手の手作りのフラッグと、あとサンチ君のフラッグもプレゼントされちゃうということで、選手の方が書かれたものがいただける。何それ、すごい、みんな欲しいよね。欲しい、欲しい、ちょっとということなんで、皆さん気合を入れて作ってみてください、はいはい、優秀賞狙ってね、はい、さらに見てください。3400名様先着で、各入場ゲートにて、東京オリンピックの公式飲料が配布されます。3400名様なので先着なんですけれども、はい、ぜひゲットしてみてください、はい、ということで今日は盛りだくさんです。最後まで楽しんでいってください。楽しんでいきましょう。それでは次の曲は皆さんお待ちかねのサンチェ体操します。それでは今日もゲストが来てくれているということで一緒に踊りましょう。かわいい、せーの、サンチェくんフレンチちゃん、ありがとう、ありがとう、かわいい、かわいい、かわいい、お二組が来てくれたね。実はね、何ちょっとこれ作っちゃって私がかわいい出てもらっちゃったの。すごい、ももちが作ったの。そう、すごい、これももちが、すごい、え、そうなの、すごい、かわいい、かわいい、かわいい、鼻に鼻の、うん、じゃあそんな、そんな可愛いお二組と一緒にサンチェ体操を踊ります。はい、今シーズン最後なのでぜひ一緒に真似しながら踊ってみてください。その前にレクチャーをします。レクチャーは一番簡単なサビの部分です。まず手を膝の上に置くところからです。皆さん準備はいいですか？それではいきますよ、せーの、膝肩万歳サンチェ、1回2回、膝肩万歳サンチェ、1回2回、膝肩万歳前に顔、右に海や左に海や、1、2、3、たくさんの方踊ってくださってありがとうございます。この調子でミュージックスタート。皆さん今シーズン最後のサンチェ体操一緒に踊りましょう。まずは
今シーズンサンジェ体操のお姉さんとして1年間皆さんと踊れて本当に楽しかったです。ももちゃん、そして皆さん、本当に1年間ありがとうございました。ありがとうございました。私たちわことももなんですが、最初はね、初心者マークをつけてお姉さんをやらせてもらってたんですけど、なかなかね、タジタジしたり噛んだり早まっちゃったりとかいろいろしたんですけど、今では皆さんの前に立って少しずつ引っ張っていけるようになったかなと思います。すごくね、サンジェ体操を通して皆さんとつながれたなって思うことが何度もあって、すごくね、試合前にいつも幸せな気持ちをもらっていました。本当に1年間ありがとうございました。サンジェ君、フレッチちゃん、おまこち、そして皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チックもフレッチちゃんもありがとう。ありがとう。はい、それでは最後の曲に行きますね。おー、早いですね。最後の曲はときめいてハットトリックです。おー、さすがさすがさんとか。はい、お二組も一緒に踊ってくれるので、皆さん一緒にタオルをね、回して踊りましょう。はい、久しぶりですよね、皆さん。タオルの準備 OK ですか？ OK ですか？バッチリ、ありがとうございます。はい、準備はいいですか？はい、オッケー。はい、それでは聞いてください。ときめいてハットトリック。風よりも早い
ザムーンさんで、私たちの2回目のステージは13時10分からです。はい、そして私たち今からスタジアムグルメリポートに行ってきます。ツイッターアカウントサンフレッチレディース2021に投稿しているので、皆さんぜひ見てみてください。こちらです。はい、こちらです。今日何が食べられるか楽しみですね。楽しみですね。はい、そして今日はホーム最終戦ということで、サンチュ君とフレッチちゃんに今日の一言を聞いてみたいと思います。それではいつものアカとアイちゃんお願いします。通訳、最後の通訳になります。あら、入れちゃう、違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 う、すごい綺麗な数字がサンチュ君こんなに大きいのに気を取り直して、綺麗な数字にしよう。お願いします。じゃあ聞いてもいいかな。お願いします。ふん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 。お、なるほどなるほど。今日は最高の最終戦だったね。んというわけでこの調子で来年も頑張ろう。え、まだ終わってないよ。終わってない、終わってないぞ。あれあれ、え、聞いてもいいかな。あれ、あんな、え、まだ終わってないって。大丈夫。今日は絶対に最高の最終戦になるぞ。気合い十分じゃね。だね。じゃあ続いてフレッチュちゃん。はい。お、聞いてもいいですか。アイちゃん。お、お、あ、そうだね。聞けましたか。ね、フレッチュちゃんはね、はい、ホームで最終戦を迎えることができて嬉しい。やっぱりホームが一番。一番。応援をしっかり届けるぞ。という。にぎわいステージにスタグルに盛りだくさんなので、まだまだ楽しんでいてください。以上、フレッチュちゃんとサンチ君とスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとう。